フィギュアスケートのアイスショー、ワンピース・オン・アイス・エピソード・オブ・アラバスタの本番に向けた公開リハーサルが9月6日、ララアリーナ東京米、千葉県船橋市で行われた。同公演は漫画家小田栄一郎氏の人気作品、ワンピースをアイスショー化したもの。昨夏、好評を博したため、9月7日から8日に同会場で再演が決定。 豪華全キャストが奇跡的に再集結した。主人公のモンキー、D、ルフィ役を務める宇野昌磨さんは、再演できたことをとても嬉しく思うとにっこり。キャスト全員の熱量が素晴らしい。期待以上のものを届ける自信があると誇らしげに語った。今回、新たに追加された演出として、スペシャルフィナーレでテレビアニメ、ONE PIECE のオープニングテーマ、We Are、We Go! など主題歌を担当してきた歌手の北谷博士氏が全公演で生歌唱する。うのさんは、この賞を見に来なかったら後悔させる自信もある、とも話す。会場に来てくださる皆さんが、すごいものを見た、と帰っていただける賞になっています。楽しみにしていてくださいと呼びかけた。